フェルナンド・コロール・デメロは、ブラジルの政治家。第32代ブラジル連邦共和国大統領。元カラテチャンピオン。1982年に民主社会党から連邦会議員に当選し、1986年のアラゴアス州知事選では、ブラジル民主運動党の支持により当選。民主化後の1989年11月。 ほぼ30年ぶりにの一般の投票による大統領選挙に出馬、職業政治家に対する痛烈な批判を展開して、労働党のルイス・イナシオル・ーラダ・シルバに僅差で勝利した。政策では、全政権の恩恵的改革を残しながらも自由化を目標にする経済解放政策を進めた。宣伝されたファッションセンスや男らしさを自慢する挑発的な発言で、 毎日のように新聞のトップを飾ったが、1992年の終わりには、汚職疑惑で上院が弾劾裁判を行い、大統領職を永久に剥奪するかどうか決定する間、彼は180日間の職務停止を会員より命じられた。同年12月29日、上院が彼の汚職権威の審議を開始した、数分後辞任したが、 上院は彼を告発することを可決した。東国は免れたが8年間の公職追放処分を受けた。処分終了後の2002年にはアラゴアス州知事選に出馬したが現職知事に敗れた。2006年の上院選にアラゴアス州選挙区から出馬して当選し、政界に復帰した。2014年に再選。また、2010年から4年にわたり、 ペトロブラス市会社の BR ディスブイドーラー社との契約で企業に便利を図り、約300件、計2600万レアルの収賄を行った容疑で起訴された。ありがとうございます。